ホルモン剤飲んだらいろんな症状が出るんよねうちは全然ないよしんどい系のまんでもいいかねそりゃあダメじゃろなんで飲まんといけんの香川先生に聞いてみっちゃいそれがええねほうじゃね聞きに行こうよ 皆さん、こんにちは、えー。香川乳腺クリニックの乳がんガイドライン勉強会です、えー。今日はホルモン療法のその4で、抗エストロゲン剤の副作用と対策についてお話ししましょう。えー、副作用、薬の副作用は、どの薬も効き目、ね、利点と欠点があります。利点は効き目。 そして欠点は副作用、値段ということになります、えー。効果についてはホルモン療法の1、2を見てください。よくね、外来でもホルモン療法は骨を弱くしますかというふうにね、思われている方が多いんですが、ここをね、考えていくと、女性ホルモンを減らす作用のホルモン療法では、 骨量が減る可能性があります。一方、抗エストロゲン剤というホルモン療法、タモキシフェンを代表するものですね。これでは骨は強くなります。種類がわからない方は、1、2を見てください。体の中に女性ホルモンがあると、 乳がんですね、女性ホルモンの受容体がある乳がんにはこの女性ホルモンがくっついてその受容体にくっついてでその刺激で乳がんが増えていくというのはよくご存知だと思います一方でですね骨をはじめとする体のいろんな臓器にはホルモン受容体というのがありますでここに女性ホルモンがくっついてその 影響で骨が強くなります。女性ホルモンはいろんな臓器にも良い,いことはするんですが、乳がんにとっては良くないということになります。で、実は、抗エストロゲン剤っていう薬は、ホルモン受容体にくっつきます。乳がんにもくっついてきます。で、ここ、 乳がんの受容体にくっつくと、受容体を塞いで、女性ホルモンが入ら、くっつかないように、塞いじゃうという作用があります。なので、乳がんはその影響で増えらることができなくて、やっつけると。ね、増えるのを予防するということが起こってきます。一方で、骨についた 高エストロゲン剤は実は骨に対しては女性ホルモンのように働いて骨は強くなります。はい。ね一石二鳥と言いますね。こういう薬のことがんはやっつけるし骨は強くなると。いいことばかりのような薬ではあるんですが、はい、乳がん細胞にはエストロゲンがくっつかないようにする。 そして骨にはエストロゲンとして働くと。本当にいいことばかりあるようになりますね。なんでかというと、えー、実はまあ開発の時に女性ホルモンと似たような構造で開発されて使ってみると、こういうふうな作用があったという薬なんですね。まとめると、抗エストロゲン剤は骨と子宮内膜には女性ホルモンとして働きます。 その影響で骨を強くします。で女性ホルモンのような形をしているので少しホルモンバランス崩れるところもあります。ホットフラッシュ等々の更、えー、年期症状を起こしやすい。そして子宮内膜には女性ホルモンとして働くので子宮体がんの頻度がわずかに増える。 大体2、3倍に増えると、いうことが分かっています。ですが、特に閉経前の方、54歳以下では子宮体がんは増えませんよ。それから死亡リスクも増えませんよ、ということが分かっています。ですので、閉経後、もしくは55歳以上の方は、で、抗エストロゲン剤を飲んでおられる方は、 婦人科受診を定期的にすることが特に必要だということがわかります。えー、ここでね、少し女性ホルモンと閉経、えー、更年期症状について考えていきましょう、えー。脳から卵巣に対して女性ホルモンが足りないと出してくれというシグナルが行われ、 られてきてそしてて卵巣からエストロゲンが出てきますで十分体の中に足りてくるともう足りたよっていう情報が伝わって脳は出してくれっていう命令を出さなくなりますここで調節をしていると体の中の女性ホルモンのレベルを調節しています ところが、閉経が近くなってくると、卵巣の働きが悪くなってきます。そして、エストロゲン、足りないっていうことが増えてくるので、足りないよっていう命令を出すんですが、脳から卵巣に出してくれっていうふうに伝えても、卵巣があまり働かなくなってきます。で、そうしてくると、足りないからもっと くれっていう情報ですね。こういう情報が頭の中に伝わってきます。で、これがね、矢のような催促が来るというふうにイメージしてください。そうすると、まあね、卵巣はもう無理ですというのに出して出してというね、えー、命令ばかり出す必要になってくると、脳の方もそういう命令を出すところ、調節するところの周囲に 実は自自神経だったり、感情に関する分野を司るところがあって、そこのバランスが崩れてきて、更年期の症状が起きてくるというようなことが分かっています。その代表的なものの一つに、ホテリ、ホットフラッシュというのがあります。抗エストロゲン剤 おはじめとして、ホルモン療法をしている方は、軽いものも含めて約半数以上に出現するということが分かっています、えー。ホルモン療法によるものだけであれば、治療開始後に数ヶ月で楽になることが多いと。えー、これはそのもの自体がなくなってくるのか、もしくは慣れてくるのかというのはすごく難しいんですが、少し、えーね、感じにくくなってくることが多いと。 いいうことが分かっていますそれからもう一つ大事なのはこのホルモン療法の薬を飲んでなくても実は自然閉経した女性の半分以上が、えー、ホットフラッシュというのは経験します日常生活に支障を来すのが約10人に1人ほどであるということは大事になります、えー、ホルモン療法してるからだけではないと いう症状にはなります対策です。ホットフラッシュの対策としては、えー、温度調節をしやすいように、えー、服装の工夫をする、ね。脱いだり着たりっていうことができるような服装を考えておくと。えー、それから日常生活で体をしっかり動かしていると、ホットフラッシュが起きにくいというデータもありますので、体をしっかり動かすということです。 食事の内容によっては、やはりホットフラッシュが起きやすいものもあります。体重が増えると、ホットフラッシュが起きやすいということがわかっています。お酒飲みすぎもやはり同じことです。ストレス感じないようにリラクゼーションしたり、カウンセリングを受けたりということをしておけば、ホットフラッシュは減ると。 いうデータもありますえ。ホットフラッシュに対して漢方薬であったり、いろんな薬で対処できる場合もあります。えー、ただ、実際に使ってみると、全くゼロになったよっていう方は、なかなかおられなくて、少し症状が減ったな、3割から6割ぐらい減るかな、っていう程度の、えー、効き目と思っておいてください。 場合によっては、閉経後の方であれば、えー、アロマターゼ阻害剤にホルモン療法を変更するということも考えてもいいかなと思います。さて、ではですね、えー、アロマターゼ阻害剤、抗エストロゲン剤含めて、ホルモン療法の副作用、いろんなものがあって、もう飲みたくないわ、と言われる方も結構おられます。えー、そういう方に、 ね、じゃあ、ホルモン療法はどのぐらい飲んでればいいのか。よくですね、えー、私は2日に1回飲むけど大丈夫かと聞かれたりすることもあります。それに対しての論文を、ね、少しご紹介していきます、えー。ホルモン療法を途中でやめるよりも5年間継続して飲み続けると、途中でやめた人よりも再発は やはり32%減ります。まあ当然ですよね。えー、結構減ります。それから、えー、毎日飲むのを9割以上飲んだ方、えー、時々まびいて2日に1回だったり、まあ1週間に2、3回は飲まないっていう方、ね、90%未満の人、比べると、 やはり9割以上飲んだ人の方が再発を4割近く抑えるという効き目があります。それから一旦副作用のために休薬していたと。休んでた人、そのまま休んだままにする場合と、うーん、少しの間休んだけどまた飲もうかねと言って5年飲むと。 いうふうなことをした方の方が中止したままよりも4割型再発を減らすというデータがあります。ですのでどうしても副作用強い場合には少し一度、休薬して考えてみるというのも一つの方法にあるかなと思います。それらも含めて主治医の先生と相談していろんなことね、 考えて、できれば続けて飲んでいきましょう。え今日の新知識です。ホルモン療法非常に効き目は素晴らしいです。副作用をよく知って対策をしてできれば続けて飲んでいきましょうえ。結構長い間、5年から10年、長く付き合う治療なのでうまく付き合う方法を考えていきましょう。以上です。ありがとうございました。 えー、他の内容についても今作成中ですので、えー、ね、楽しみにしておいてください。では、さようなら。